もう落選して本当に残念でしたね。いやね、田島さんがね、出る出ない時はね、他の陣営から僕にね、一斉電話かけたんですよ、ね、なんで江田さんのところに。いや、江田さんタックルと一緒出てるから江田さんが出したんじゃないかって言ってね。おー、なんか偉い疑われましたよ、私は関係ありません。三宅さん、全部引かれてらっしゃいましたよ、田島さん。え、いやいや、でもね、あの人笑うと なかなか田島さんの選挙のやり方、とっても明るくて、うん、ね、みんな参加したいと思う。だけども、俺が犬だったら1票入れてますよ。現実はね、もうその神奈川の現実はああじゃないんですよ。松沢さんは僕応援に行ったから言うわけじゃないけども、当選して、彼は神奈川の財政状況かなり厳しいんですよ。それで何がやれないかっていうね、厳しいことをしっかり言ってまして、うん、だから要するに実績がね、今一つ神奈川をどうしようかって実績が浸透しなかったからやめたということで、参議院になられた時も社民党に入った時もよく分かんないで社民党に入ったって言ったわけだから、うん、そういうところで社民党って言った時もね、なんか知らないけども、よく理由分からないけども、まあいわゆる拉致問題とかなんかで出たでしょ。僕はね、これね、またこれ急にまた国会議員を辞めて、そして出たわけだから、ちょっと何考えたかよく分からない。浜田先生が応援に入ってたら分かんなかった。浜子さんはどうご覧になってるんですか。悪党をね、広げてるもん、日本全国に。いや、それ今回は公認をいたしておりませんね。ただ一点だけ明確にね、しておかなきゃいけないことは、参議院選挙で51万票とか55万票いただきましたね、はい、本当に知事選に出ていいものかどうか、やはり選ばれた者の責任というものはですね、で、私がある意味で果たした上でなければならなかったのではないか、その辺の問題が今回の落選につながったのではないだろうかと思いますね。松沢さん、松沢さんですか。民主党にいてもこの政党はどうにもならない。そっちに来るんだ。なんていうこと言うんだ、松沢の感じで。今浜田先生おっしゃったのは間違いなんだけど、民主党がどうしようもないっていうところはね、そこら辺は胸の高い。むしろ逆で、やっぱり民主党が出てる。どうやってね、民主党もその政策をその野党ですから形にすることを、知事って大統領制ですから、形に、僕らが考えているものを地域に形にすることができます。でも どうして無党派として出たんですか。やっぱりね、いろんなしがらみを超えて、で、僕はよく言うんだったら、本当に民主党にも裏の推薦みたいなね、党首が入ってるでしょ、ああいうのももう断るべきだったと思うんですよ。江田さんと同じように本当に無所属って言うんだったらね、本当に無所属、うん、本当に無所属じゃないの。党派っていうかね、今回ね、必ず政党隠しで出てるとしたらね、それは卑怯に見えちゃう、うん、松田さんだけじゃなくてね、政党隠しなのね。で、実際問題は自民党、保守新党、公明党がやってる。実際は松田さんは民主党と自由党がやってる。誰は共産党がやってるね。だから民主党も、有志が県民だよ。松田さんを応援したわけです。はい、松田のやっぱり政策や、その、本当に彼は厳しいこと言ってるわけです。みんなにね、甘いこと言って票を集めてきたわけじゃないから。三宅さんはその無党派が増えてるということについては。ね、首長選挙で、その、公認やなんか取らないって言ったら、別にそれは不思議じゃありません。私は議員はね、やっぱり政党政治だからね、政党に属さなければ十分なこと、国会議員、それからまあ地方議員の場合でも結局会派を作りますからね、無所属でも。まあそれだと思うけども、首長はですね、知事でも市町村長でも、それは県民党とか市民党とかなんせやってる人たくさんいるしね、ある程度、その議会との間のまあ対立と協調をうまく頑張っていけば、それはいいと思います。誰が出てもね、県政っていうのはやっていけるようにできてるんですよ。それはガードが硬いんですよ。行政官僚のね、壁っていうのはね、国政の官僚の壁よりもね、もっと厚いんですよ。あ、地方のはきついってことですか。きついですよ、ね、それは地方はね、170億とか500億の借金だけね、あるだけで、ぎゅうぎゅうしちゃうんですから。1000億あるなんて言ったら、ぎゅうぎゅうしちゃう。日本国内であんた潰れそうな銀行に5兆円だったって、国会議員は何も痛くも痒くもないわけですから。地方財政っていうのはすごい話ですよ、これは。政治から、そういう点から言えば、地方行政の官僚というのは私はものすごく厳しいと思います。規則とか先例踏襲主義はすごいですからね。それはすごいですよ、ね、だって天下りによって統治されてるんですから。田中康夫さんの時の、うん、あそこ のやった時、名刺こんなものだって、はい、あのぐらい、うん、テレビカメラが入ってるのにあれをやってしまうような人たちの塊なんだと思ってた。常識も常識あってて、意見の問題じゃない、うん、だけどそういうのがその県政とかそういうのに固めてんのかと思ったら驚々しいね。神奈川県警は県警じゃないですか。誰が選挙になったんだ。
残念でしたね。やっぱり知事っていうあの助けかけて、このスタジオにやっぱし犬連れて来てほしかったですね。